こんにちは、あきらです。今回は我が地方都市で買い物をしたその時の様子をご紹介します。この日は明日台風が来るということで、結構街がざわついている、そんな時期でした。で、街に行ってちょっと撮影してきたんですけど、やはりまあ台風が近づいているということで、木もですね、いつも以上に揺れている、そんな気がします。ただ実際はですね、台風も進路が思ったよりもずれたり、あと勢力自体も弱くなったり、それほど大きな被害はこの町ではありませんでした。ただ別のフィリピンの都市の方などは台風の被害で浸水したりですね、そういったことになってしまった場所もあるようです。で、海をですね、実際見てみると波がやはり高いです。まあ、木がですね、あれほど揺れていたということで、海の波自体も高く荒れていました。このチャンネルでは40代の元サラリーマンが会社を早期退職し、家族とセミリタイア生活をフィリピンの地方都市で行うとどんな暮らしになるのか、リアルな実情を動画にして定期的に投稿していますので、チャンネル登録や評価、コメントをぜひお願いします。で、まあ、実際台風が来るとですね、買い出しも行けないので、この日は買い物デーということで、朝から買い物に出かけます。で、歩いていると道からですね、なぜか水が出ている、そんな場所もありました。で、どうやら誰かが直したような形跡はありますが、まだ直しきっていないようです。で、この日は台風が近いということで、買い物も行けなくなってしまいますので、少し多めに買う、そんなことを考えて行動をしています。で、これは今朝なんですけど、朝のルーチンワークについては先日別の動画でも紹介していますので、興味のある方は参考にしてみてください。で、まあ、詳細はあまりお話ししませんが、朝はだいたいパンを買いに行ったり、朝食用のですね、何かを買いに行ったり、そんなことで出かけることが多いです。で、まあ、こうやってですね、歩かないと、まあ、私みたいなブログをやっていたり、YouTube をやっていたりという人は家にいることが多いと思いますので、意識的にですね、こうやって歩かないと、体調も悪くなってしまうということもあるかもしれないので、歩いています。で、以前はこの場所で野菜を売っている方もいらっしゃったんですけど、残念ながらもう廃業してしまいましたので、まあ、その方がこの道で野菜を売った時はもう少し賑やかだったんですけど、今はひっそりとしたそんな通りになっています。で、この道には先日別の動画でもご紹介していますが、肉を売っていたりですね、あともち米のおにぎりのようなものを売っていたり、そんな場所もあります。ただこの日はその肉屋さんですねがお休みだったりということで、買うことはできませんでした。ただもち米おにぎりのお店はやっていましたので、そちらはですね、パンを買った後に寄ってみることにします。で、いつもはかなり行列なんですけど、先ほど見たらまあ1人か2人ぐらいしか待っていなかったので、ぜひ買ってみたいと思います。プトと呼ばれるですね、ちょっともち米をココナッツミルクで炊いたんですかね、少し甘めの味付けのあるおにぎりのようなものです。こちらについても興味のある方は別動画で紹介していますので、よかったらご覧ください。 で、パン屋さんに着きましたので、いつもと同じようにチーズパンを25個、そして食パンを1斤という注文をします。まあもうこれはですね、もうここに来て1年ぐらいやっているので、もう結構呪文のような感じですね。同じことをずっと言っている、そんな感じです。で、まあかっこつけてですね、こういつものみたいなことをこう言ってもいいのかもしれないんですけど、もしいつものって言って、何って、なんだっけって言われちゃうと、恥ずかしいですね、私は非常に。なんで、その恥ずかしさを受けるぐらいだったら、毎回ですね、同じことを呪文のように唱えている、まあ、そんな気の弱い性格です。で、この黄色いバスとか、この辺りはバン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 走っているんですけど、あのバスはですね、非常に運転が荒くて、スピードも出して危ないバスなので、見かけたら注意するようにします。で、遠くからバスが来たら基本的には近寄らない、先に行かせる、そんな感じです。で、バイクに乗っていても後ろからボン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 
追い抜いていきますので、もう先に行っていただく、まあ、それほどバスはかなり危険なので、フィリピンにもしいらっしゃる方は黄色いバスを見かけたら注意するようにした方がいいのかもしれません。で、空はですね、まあ、台風が近いということで少し天気は悪いです。で、まあ、天気を見ていたらこの電線が偶然映ったんですけど、フィリピンは非常に、まあ、私の地方都市なんかはこの電線が乱雑なんですね。とりあえずあまり整理整頓というかそういった概念はないようで、とりあえずもうつけてる、必要だから電線を張るということで、もういろんな電線がですねそこら中にあります。でもこの朝の時点で風もですねいつもよりも非常に強くて、周りにある葉っぱなどもわさわさと揺れている、そんな状況でした。で早速戻って、先ほどのもち米おにぎりプトを買おうと思ったんですけど、もう行列がですね 1,2,3,4,5 人ぐらい並んでいる、そんなことで、買うことはできませんでした。これは完全にしまったなと思って失敗だったんですけど、やっぱりですねお店は人気なので買えるときに買っておかないとダメだということを学びました。で戻っていると、今までここで商売をしていた方がですね座ってお茶を飲んでいましたので挨拶をして通り過ぎます。で、まあ、以前ここでですね買い物ができたっていうのは私にとっては非常にありがたかったんですけど、まあ、というのもオートバイに乗ってですねわざわざ行く必要もありませんので、手軽にですね買えるっていうのは便利だったんですけど、まあ潰れてしまったということなので非常に残念です。今日はこの後に食料品や消耗品を買いにスーパーまで出かけます。でちなみにこの水漏れですが、次の日に歩いたら止まっていました。誰かが修理をされたようです。で道を歩いていたらゴミ箱がですねかなり乱雑に荒らされている場所がありました。でおそらくこれは野良犬だと思いますね。で野良犬がこうやってですねもう食い散らかすっていうのは結構この町ではよくあることです。ただ次の日にはこれもきれいに掃除されていますので、おそらく清掃員の方とかゴミ収集の方がやってくれているのかもしれません。で次にショッピングモールに来ています。こちらは以前別の動画でも紹介していますが、非常に小綺麗で私なんかは気に入っているショッピングモールです。おそらく築5年経っていないのかもしれません。で、まあ、歩いているといろんなお店があって、最近はギャンブルができる場所なんかもできたようです。ただ中が見えなかったり、なんか怪しい雰囲気なので私は怖くてまだ入っていません。で、まあ、撮影もできないということなんで、まあ、YouTube のネタにもあんまりならないかもしれませんし、まあ、個人的にはギャンブルはあんまりやりませんので、まあいいかなというような感じです。で今回スーパーに行ったら日本のものがですねかなり多く売られていました。新商品なのか見たことがないようなものも売られています。で焼きそばとかですねカップラーメン、あと袋麺っていうんですか、まあ以前少し見たことがあるかもしれませんが、あまり頻繁に入荷されないのでここぞとばかりに買ってみようと思いますが、値段がですね載っていないので、まずはどれくらいの値段なのか価格チェックから始めます。なのでまず一つずつですね商品をカゴに入れて、店にですね値段を調べるバーコードをピッと読むと値段が出てくるっていう機械がありますので、そこに向かってチェックをしたいと思います。でこういった日本のものっていうのは基本やっぱ高いですよね。日本で買うよりも、まあ、2倍から3倍ぐらいの値段がしてもしょうがないという価格設定なので、まあ、それでもまあ買うのかっていうのはまあ本人次第だと思いますが、まあ、うちの場合はまあ子供もいますので、まあ、そうたまにはこういったものが食べたいのかなというのもありますので、少し値段だけ見てみることにします。でそしたらこれがですねカップ麺がだいたい90ペソ、180円、このソース焼きそばのカップ麺もこれも同じですね、90ペソ約80円、あごめんなさい約180円。
で、この札幌の味噌ラーメン的なものも同じですね。90ペソ、約180円。で、このラーメン、袋麺ですね。豚骨醤油ラーメンっていう。これがですね、ちょっとバーコードが読みづらいんで、今直していますが、これが、35ペソ。こっちはちょっと安いですね。70円。なんかペソと日本語、日本の円を言ってると分かんなくなっちゃいます。すいません。で、最後にこの焼きそば3人分、これがですね、なんか出てこないですね。あ、出た。220ペソ、約440円。まあ440円、3人分入ってるんで100円ちょっと。まあありですね、あり。まあ焼きそばは焼きそばソースの、あの粉のも入ってますし、粉末状のやつも。まあありだとは思います。ただカップラーメンの90ペソ、180円はちょっと割高かなと思いまして、今こっそりと元の場所に戻しています。で、この後ですね、このカップラーメンじゃなくてこの袋麺の方ですね、これを家族の人数分、4個購入しました。あとあの焼きそばもこれを1袋ですね、3人分購入しました。で、あと食べてみたんですけど、あの味は美味しかったと思います。まあ、あの特段美味しいってことはないんですけど、いわゆる日本の味がしました。なので、まあ、今回、まあ、この商品がですね売り切れるまではまた買いに行って、食べたいと思います。で、この後に別の場所にも行きました。まあ、この町のイトーヨーカドー的なお店です。で、エスカレーターがですねこの町のショッピングセンターで初めて導入されたという、かなりあの斬新なお店なんですけど、こちらでですね、鍋フライパンがもうかなりあの悪くなったので、この日は買いに来ました。で、今うちが使ってるフライパンとかですね、もう取っ手が取れちゃったり、鍋もですね、同じく取っ手が取れて、まあ、あの中のネジが錆びちゃうんですかね。ガンとある日外れてみたら、あの溶接が取れるとか、あと中のネジがあのもう根元から折れるとか、まあ、そんな感じでなかなか修理もしようとも思ったんですけど、まあ、新しいのを欲しいなということで今買いに来ています。で、そうしたらあの、まあ、油がなくても揚げ物ができるという機械が売られていたりしました。で、まあ、値段はちょっとですね、高くて、先日別動画でご紹介したラザダとかショッピーとか呼ばれるオンラインのネットショッピングで、そちらで購入した方が安いというような感じです。で、まあ、フライパンとか見に来たんですけど、少し店の中をですね、見てみたら、たこ焼き器みたいな、まあ、たこ焼き器っていうか、たこ焼きの鉄板ですね、が売られていました。で、値段が約600ペソ、1200円ほどですね、になります。まあまあ、ありかもしれませんので、まあ、将来、もう少し何か落ち着いたら買ってみようかなとも思います。で、あとあのステーキとかを置くような、こう店にあるようなこの牛の形がした鉄板とかも売られていました。こちらは340ペソ、約680円ということですが、まあ、もしかしたらあれは木の値段で鉄板の値段ではないのかもしれません。鉄板にはシールは貼っていませんでした。で、お目当ての、鍋とかフライパンの、まあ、セットの方がお得かと思って、そういったものを見ていますが、残念ながらあのないんですね。ないっていうのは、私が欲しいようなあのいわゆるテフロンコーティングがしてあったり、品質がちょっといいやつですね、そういったものを探していたんですけど、残念ながらちょっとないんですね。で、実際こちらの鍋とかフライパンを1年使ってみたんですけど、まあすぐ悪くなってしまうというのが多いのか、まあ私の使い方が悪いのか、そういった感じでしたので、まあ最終的にはですね、これ日本のフライパンセットをAmazonで買いました。フライパンが3つ、大中小がついていて、鍋も大中2つあって、まあ蓋があって、取っ手が外れてみたいな、
そういったものを1万円で、ただ送料が6000円ぐらいしましたので、まあ1万6、7000円、まあ、こちらでいくと8000ペソぐらいで購入しました。で、こういったフィリピンの地方都市などに住んでいても、欲しいものはネットショッピングで手に入るというのは非常に大きなポイントだと思います。今後も私のセミリタイア生活や海外移住生活に関する情報をお届けします。このチャンネルでは40代の元サラリーマンが会社を早期退職し、家族とセミリタイア生活をフィリピンの地方都市で行うとどんな暮らしになるのか、リアルな実情を動画にして定期的に投稿していますので、チャンネル登録や評価、コメントをぜひお願いします。また私が40代でセミリタイア生活をするために行った準備や具体的な行動、そして必要だったお金をどのように貯めたのか、興味のある方は概要欄にブログのリンクがありますので、そちらをぜひご覧ください。また具体的な質問がある方は概要欄にあるメールアドレスか Twitter の DM までお願いします。ありがとうございました。